ちは、ピチピチ朝ちゃんです。私の本名実は浅田直子と言いまして、ケン直子さんと同姓同名なんですよ。皆さん、浅田直子です。よろしくお願いします。先日ですね、私趣味がデパートのね、あのデパ地下巡りで物産展が大好きなんですけども、心斎橋の大丸に行ったところね、なんとなんと本物のケン直子さんに会いました。ケン直子さんに会った時にね、初めまして浅田直子ですと言いましたらね、ケンさんがねびっくりしはってね、あんた何やってんのって言われてね、私ね実はね、住之江ボートレースで、ボートレース住之江で、公開アクアライブステーションというところで、ピチピチ朝ちゃんのトレトレピット情報コーナー、ピットレポートをしておりますと答えました。ケンさんはね、あのスマースリムで有名ですけども、昔からね周りのあの大人たちにボートレーサーになれなれと言われてたそうでね、すごいあのこっちが勝手に親近感を覚えました。もしねケンさんがボートレーサーになってはったらね、もうこの開会式とかすっごい盛り上がってたと思うんですけども、ケンさん、まあ、芸能界でね大活躍されておりますよね。私もね住之江でね大活躍しております、自分で言いましたけども、はい、はい、それではプロフィールなんですけども、出身は大阪府出身です。高校はね城西学園というところで、こちらでは和田アキ子さんが大先輩でした。そんなん聞いてないですか。都市なんですけども、都市はね永遠の17歳で通っております。誕生日は8月24日で、滝蓮太郎と同じ日に生まれました。私なんですけども、スリーサイズいた方がいいですかね。あ、わかりました。ワールドカップあとはちょっと非公開でお願いいたします。きっかけなんですけども、ボートレースが好きだから、こちらのねあの ピットレポートに応募しました。あのちょっと CM とかで見るぐらいだったんですけども、あの迫力のあるレースに惹かれまして、はい、飛び込んでまいりました。一番のおすすめなんですけどね、ちょっと私食いしん坊なんで、隅の場内にありますね焼きそば屋さんがめっちゃ美味しいんですね。ぜひ皆さん食べてほしいです。好きな選手は松井選手が大好きです。なんでかって聞かれますと、やっぱりね私女なんでイケメン好きなんですね。残念、ちょっと今日はもうねあの泣きます。そうですね、あのやはりあのイケメンで、そして優しくてちょっと S っぽい人が好きですかね。あとちょっと匂いフェチなんで、ちょっと匂いがねある方がいいかな。いないですね。もうすぐクリスマスなんで、本当今年もまたまたフリークリスマスって感じです。もう、あ、募集しといてください。アドレスなんかね出していただければ、ブログなんですかね、こう見てください。そうですね、私ね石野選手にやっぱり勝ってほしいですね。やっぱ同じ年なんでね、あちょっと応援してる。あ、年言ったらあかんかったんやけど、あ、17歳、あ、年実は石、あ、そう公表してねってやつですね。石野選手ね、昨日のトライアルでね1着取りまして、幸先のいいスタート切りましたね。オーシャンカップを優勝しましてね、直前の近畿ダービーも優勝しまして、今ノリに乗ってます。高雪メイクスレボリューション TM レボリューションです。ぜひ優勝していただきたい。残念独身の選手いないんちゃいますか、ボートレーサーはね。優しい、コンセプトは須藤選手とかがいいですね。してますか、残念。そうですね、ボートレースが今ねあまりその競馬は注目されてるんですけど、まだまだ競馬にはこう負けるところがあるんで、ボートレースももっともっと盛り上がっていってほしいと思います。そしてね、ボートレースはねあの大先輩からヤングでナウイ選手までも1500人いましてね、女子選手もいて、こう男女問わずねもう戦っております。もう若い選手も本当かっこいい選手が多いんで、ぜひねファンの皆様にも興味を持っていただきましてね、この迫力あるボートレースを見に本庄に来ていただきたいと思います。